皆様、本日は JR 東日本特別急行草津4号にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。本日この列車が草津号という愛称名での定期運転は最後となります。明日から高崎線から吾妻線に参ります特別急行列車は E257 系電車による全車指定席の特別急行草津島として再スタートいたします。ここで少し皆様のお時間を頂戴いたしまして、草津号という愛称名並びに本日ご乗車中の6号1系電車についてではございますが、私の方からご説明させていただきます。草津号という愛称は上野から当時の長野原間を走る列車の愛称として誕生いたしました。準急から急行、そして特急白根との統合を得て新特急草津として1パー5系電車による特別急行列車の愛称名となりました。2002年12月のダイヤ改正で新特急の名称は廃止され、特別急行草津として運行されるようになりました。そして2014年3月には本日ご乗車中の6号1系電車に車両が置き換わりました。なお草津号という愛称名での定期運行は本日までとなります。明日からは E257 系電車による特別急行草津島号として再スタートいたします。続きまして、こちら6号1系特別急行電車についてご説明させていただきます。6号1系特別急行電車は JR 東日本発の特急型電車として、1989年3月のダイヤ改正より常磐線の特急スーパーひたち号としてデビューいたしました。登場当時のキャッチコピーはタキシードボディのすごいやつで、在来線特急として初めての130キロでの営業運転を実現しました。2014年には一部交流機器を使用停止し、6号1系旋盤台として高崎線の特別急行列車としても運行を始めました。その後2015年3月13日をもって惜しまれつつも常磐線特急としての運用は終了しました。そして約9年間に及んだ高崎線での定期運用も本日までとなります。私自身も上野駅で初めて見たスタイリッシュでかっこいい姿を今でも鮮明に覚えております。それから月日が経し乗務員として再開したこの6号1系電車はやや癖のある車両ではございましたが、私を乗務員として鍛えてくれた良き先輩であり、共に仕事をする相棒のような存在でした。また幼い頃に上野駅で手を振って見送った6号1系電車に約20年の時を経て乗務するようになり、今ではホームや沿線のお客様に手を振り返せるほどの乗務員として成長いたしました。本日皆様と共にこの6号1系特別急行草津4号にご一緒できたことを車掌として誇りに思います。上野まで残り時間はわずかとなりましたが、どうぞ6号1系特別急行草津号の雄姿をお楽しみください。